なんですけど、ぜひ見てくれると嬉しいなと思います。夜もね、多分できるんだけどね、ちょっと保険でやっておきます。何があるか分かんないからね。こんにちは。ということで、今日は久しぶりかな、分かんないけど、数日ぶりにすっぴん配信。イエーイ、こんにちは。ということでですね、作りかけのお城の制作をまた進めていこうかなと思います。木の松本城、違う、城西柵、えい、昨日の疲労はね、まあそこそこ疲れているような気がしています。 こんにちは。さあ、153、なんか足が痛くて、今日ちょっと病院っていうか整骨院に行って見てもらうんですけど、この後なんか足が本当に痛くてダメだね今日は。しゃがめない、痛すぎて膝のね、裏をなんか痛めちゃって、昨日すぐ怪我するんだよね。膝の裏を痛めちゃって、しゃがんだりとか、ケンケンができないんですよね、今日。右膝裏をやっちみえました。みんなも怪我とかには気をつけてください。普通にやっちゃいますね。準備運動とか結構ストレッチとかしっかりやってもやっちゃうときはやっちゃうね。こんにちは。なかなか、やっちまうときはやっちまう。城作りマジ楽しい。パーツ見つかんないけど、パーツ見つかんないんですけど、マジでどこ？154、今日はカフェオレです。あ、今夜は帰らない。ああ、お便りありがとうございます。送っていただいて記憶にあります。収録ちょっと前ですけど、記憶にあります。ありがとうございます。なかなかね、今夜は帰らないのさ、お便り難しいですよね。メンバー誰出るかがさ、わからないじゃないですか。だからこう、メール送るのすごい難しいだろうなと思うんですけど、いつも送っていただいてる方ありがとうございます。皆さんのコメントのおかげでね、盛り上がって楽しいラジオになりますので、ぜひまたお手数でなければ、送っていただければ私たちとっても嬉しいなと思います。154、
こんにちは。今日は火曜日。火曜日ですね、皆さん。今日はでもね、朝全然起きれなかった。やっぱ疲労が溜まってて、めちゃくちゃ起きるの辛かったね。さすがに。こんにちは。昨日、なんか今日の朝起きた疲れで、あ、私昨日頑張ったんやなって思いました。そう。そういえば昨日さ、頑張ったなって。こんにちは。156、157。よいしょ。こんにちは。今日さ、さっきレッスン行ってきて、メンバーとね結構会えたんですけど、なんかみんなすごい、昨日すごいねってみんなが声かけてくれて嬉しかったです。とってもみんなそう見てくれてるんだと思って、いろいろと SNS とか気にかけてくれてるのがすごい嬉しいですよね、やっぱり。どこだ、こんにちは。かわいい、ありがとう。今日めっちゃ顔むくんでる。昨日さ、公演終わりに帰ってきてからお弁当とか食べたからめっちゃむくんでる。むくみまくり、プクププです。まあ昨日はしょうがないです。157のパーツどこだろう、全然見つけられない。本当にないんだけど。こんにちは。大きめのパーツなのにな。不思議な現象が起きてる。大きいパーツほど見つけにくい問題。こんにちは。本当にないんだけど。あった、こんにちは。で、さあ正直今ね、さっきお昼ご飯を食べたんですよ。カレーグラタンを作って食べたんですけど、正直ご飯食べて今コーヒーっていうかあったかいもの飲んで、今めちゃくちゃ眠くなってきちゃった。ショールーム始めたところなんだけど、めっちゃ今眠い。なんてタイミングなの、眠くなるの。バチバチに眠たいですね。そういう時もあるということで、元気にやっていきます。
昨日はお疲れ様、ありがとう、ありがとうございます。そう、無事に公演終わってよかったです。マジで心から思います。こんにちは。ね、食べた後眠くなっちゃった。なんかそう、カレーをね数日前に作って、で忙しくって全然食べれてなくて、そうだから今日ホワイトソースをね作って、でカレーとホワイトソースを入れて豪華めのグラタンに、チーズもちょっと使ってねグラタンにしました。あ、そう、今日さっき送ったメール、なんかメールの題名はこんにちはにしたのに書き出しこんばんはにしちゃった夜にメール送ることがさ多いから癖でこんばんはって書いちゃった、間違えた、てへてへ。そうそう、ご飯の後眠くなるのはね、そう医学的に証明されてるんですよね。血糖値がね、血糖値の上昇でね、上昇加減下降で眠くなってしまいますからね人間。昨日の公演お疲れ様、新しいポジション一日でこなすなんて尊敬します、ありがとうございます。お優しい、お優しい、ありがとうございます。嬉しいです、気にかけていただいて、皆さんにも。これ多分165じゃないかな、158159。こんにちは、1枚目の板全部空っぽになりました。見て、すごくない？イエーイ、すごい空っぽ。159160160、どこかな、あった。こんにちは、みんなは今眠くなってないですか？そういえば今すこぶる眠いです。配信始めてみたはいいけど、でもさ夕方に寝ちゃうとさ夜の寝つきが非常に悪くなっちゃうから、あんまり寝たくないんですよね。そう、本当はね。だけどこれは後で寝そうなくらいには眠たいですね。眠たい。やっぱ勝てないですね、眠気にはね、なかなか。こんにちは。そう、着々と完成に近づいてきています。ワクワクしています、今自分は。空になった枠見るとだんだんできてるなぁとワクワクする。確かに空になったってことはもうそれがこの中に組み込まれたってことだもんね。確かに、全部ワクワクしてきた、それを聞いたら。近づいている、完成が。えい、
りそうでハマらないぜ。こんにちは。眠い。でも今コーヒー飲んでるからこのカフェインが効いてくれば眠気飛ぶと思うんだよね。今日こそね、おかずの作り置きを作りたいんだよ。そう、ずっと言ってる、ずっと言ってるけど、ずっと忙しくてできてない。本当はね、昨日作る予定だったんだけど、昨日急遽お仕事になっちゃったから、結局作れてなくて。本当にコンサート始まるまでにおかずを作りたいな。おかずの作り置き作りたいな。最近料理がね、ストレス解消ですね。ストレス発散には料理、料理はいいよ。みんな料理しますか？最近何作りました？皆さん、それは直近だとカレーなんですけど、ちゃんとした料理だと。まだ何作るか決めてないけど、豚肉でなんだっけ、豚肉とじゃがいもで一品作りたいなって今思ってる。ストレス発散サリのショールーム、イエーイ、嬉しい。見るだけで解消されてますか？楽しんでもらえてるといいの。あれ、こんなに斜めになる？なんかおかしくね、これ。別にここにはめないのか。逆か、これ。絶妙に長さが違うのか。あ、ぴったり。こんにちは。ブリの照り焼き、鮭の味噌漬け焼き、あー最高。味噌漬け焼きめっちゃ好き、私。最高だね。お魚ね、今お魚はないかもしれないな。今肉ばっかり、お家に。今冷凍庫がね、お肉でパンパンなんですよ。早くなんか料理にして、料理にしてあげないと、何らかの料理にしてあげないといけないなって。冷凍庫がもう、うちね冷凍庫がちっちゃいんですよ。こんにちは。なんか常に冷蔵庫も冷凍庫もさ、それパンパンなんだけど、なんでだろうってぐらいね、なんか常にパンパン。いつも入れるところをこうちょっとこう整理整頓して入れるとこ開けてあげないと入らないんだよね。いつもパンパン、不思議ですね。さあ、またパーツが見つからない問題発生中。どこかな、あった。
豚肉とじゃがいもの照り焼き美味しい。いやーそれはねうまいわ、絶対に美味しいね、 120% 美味しいね。こんにちは。じゃがいもとチーズの肉巻き。肉巻きね、絶対美味しいね。あり。名案です。チーズいいですね。うちチーズも今ね、すごい量ある。チーズの飽和状態にある。あと人参が今大量にあるので人参しりしりも作りたいですね。もっと入るのか本当は。よいしょ。料理何作ろうかなって考えてるのがめちゃくちゃ楽しいよね。よし見て、ここの屋根ができました。なんか斜めってない？こういうものか、ちょっとこう斜めになっているのか。あ、すごい、こう分かりますか？ここがちょっとこう反り上がってる、こういう風に。すごっ、こんな精巧な作りなんですね。こんにちは。じゃあ今日今ねおねむさんなので頭があんまり回っていません。回転が今止まってるね。まったり配信です。みんなもなんかまったりしながら見てください。172、172はどこかな？どこかな？え、どこ？ふざけてるけど本当にないとびっくりしちゃうね。なんかさ、今日ずっと頭の中で純愛のクレッシェンド流れてる。雨の降らない街で落ちてゆくは指さした、ちょっと価値がかも、になるまドゥ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 誘いましょうか今夜、抱かれてもいい私、つぶ濡れのまま成り行き次第で、でんでででで、今夜抱かれてもいい、すべて脱がされたいの、純愛のクレッシェンド。テレレテテテテレテテベンテテテテ、いい曲や。よし、そんな歌いながら作っていきましょう。続きをね。
もうジュアンクレッシェンドさ、いい曲じゃない？で好きなんですよね、結構ちょっと大人な感じだし、前に4でやらせてもらったので、経験はあるんですけど、またやりたいなって思うぐらい、衣装も好きだし、可愛い衣装が、衣装も好きだし、歌も好き、なんか曲調も好きだし、歌詞もかっこいい。もっとハマるはず。よいしょ。おー、いいね。あれ？こんにちは。そう、メロディーかっこいいよね。ジュンクレ、あ、ジュンクレ好きな方多くてなんか嬉しい。やっぱそう思いますよね。私もそう思います。一緒ですね。アップス。なんか自分が言ったこと共感してもらえるの結構嬉しい。あ、やっぱみんなも同じこと思ってたんやって共有できる感じがとても嬉しいです。よいしょ、よいしょ。許し合えたらいいと。こんにちは。劇場のユニット好きな曲多い。確かに16人の雫のユニットも相当良かったんですけどね。そう、またやりたい。ずいぶん、なんだろう、経ちましたもんね、8人公演が始まって。めっちゃ眠いやん。こんにちは。ない。あー、今寝たら気持ちいいだろうなってぐらいの眠気。今日はちょっとお昼寝しようかな。さすがにね、さすがに寝不足すぎるなと思っているので、ちょっとだけ寝ようかなと思っています。今1時間とか寝ちゃうと夜に響いちゃうんで、2、30分だけ仮眠を取ろうかしら。日向でお昼寝したら気持ちよそう。あ、そう、私さ、お布団がさ、ちょうどね、あの、か窓の横だから、めっちゃ日向ぼっこしてお昼寝できるの。そう、窓際にね寝てんのよ。よいしょ。やっぱこう冬はさ、日向の居心地とても良いよね。わ、日向のポカポカ具合がマジで最高。
今日は天気がいいので布団干しました。日だまりの香りがします。ああ最高。まあ、お日さその干したお布団干した時のみんなが思うお日様の匂いってなんかダニの死骸の匂いって言いますけどね。現実でもなんかこういい気持ちになりますよね。でも現実を知るとなんか嫌な気持ちになりますよね。絶対あんまり教えてあげない方がいい雑学だった気がする。失礼しました。幻想のままでいたかった。で今聞いたことは忘れてください。ポーンポーンってしてください。よいしょ。でもあの匂い好きだから全然いいんだけどね。なんか布団干した後の布団で寝ると気持ちよくない？干した日の夜心なしか気持ちの良い感じしますよね。声出して笑った。あ、本当ですか？よかったです、笑い取れて。でも本当かどうか分かんない。さやはそうやって聞いたことがありますけど実際のところは分かんないです。それが事実なのかどうか、なんでまたちょっと調べてみてください。めちゃくちゃ大嘘つきだったかもしれない。可能性ありますからね。まあ、うちはねもう太陽光に干すと大変なのでもう布団乾燥機で温めてダニの除去とかしてます。除去っていうかダニを殺したりしてますけど、そう外に干せるっていいですよね。昨日干して気持ちよかったのにごめんごめん許して。そうでもやっぱ事実はお伝えしといた方がいいかなっていうさ。絶対知らなくていい雑学だもんね。こういう雑学ばっかり持ってるから誰も幸せにしない雑学ばっかり持ってるもんだから困っちゃうわよね。よいしょ。うわこれどっちが正解だろう。正解がわからない。ちょっと調べよう。あじゃあさ膝痛めてるからさ立ち上がってするのがよいしょ、あいてて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 一苦労なんだよね。もうね、なんかおばあちゃん、あ、ちょ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 、まともに歩けないんだけど、ちょっと待って、まともに歩けない、痛すぎ、あ、ちょちょちょ、あ、ちょっと待って、死ぬ、死ぬ、よいしょ、あ、ちょ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 、あ、ふう。痛かった。こっち向きか。でもさなんかさあれなんだよね、
なんで炒めたかが分かんないんだよね。よいしょ、なんかグキってやったとかじゃなくて、しかもその膝のここじゃないんですよ。なんかここ後ろ側が痛くて、だから筋をねやっちゃったような気がするんですけど、ちょっと何が原因か全く分かってない。だから今日整骨院に行って見てもらって、なんかこうサクッとこうマッサージとかで治るようだったらいいけど、まあ、安静にしてれば治りますねとか言われたらやばいよね。コンサートのリハ毎回苦しみながらやることになるから、そう、安静にしなきゃいけない系だったら嫌だなと思いつつね、思っています。ダニの死骸の匂いは都市伝説。あ、よかったです。 お布団を干した皆さんごめんなさい。気持ちいい、気持ちいいという感覚を大事にしてください。わ、見て、ちっちゃい方屋根も完成した。ほら、イエーイ、いいじゃないですか、綺麗。ほら、このいいね。はじめまして、はじめまして。綿などの繊維が太陽光によって分解されることにより発生される。あ、じゃあ布団が劣化してる匂いってこと？悪く言うと悪く言うなよって感じですけど、悪く言うなよって感じですけど、悪く言うとそういうことですかね。でもいい匂いだよね。さえもあの匂い大好き。180まで来たよ、すごっ。182、えらい進んできたな。ん、あれ7はどこだ、これか。月見やぐら、月見やぐらです。ここありがとう、教えてくれて。月見やぐら、あ、聞いたことあるかも。松本城行った時になんかガイドさんがなんかあそこで月見をねするんだよみたいな、しちゃうんだよ昔はみたいな言ってた気がする。お城に住むってでも大変そうだな。え、実際にさ、お殿様っていう言い方めっちゃ子供だけど、その将軍はさ、お城に住んでたの？それともそのお城の横になんかその住居スペース、住居の建物とかあったのかな？それとももう城に住んでたのかな？住むのは大変そう、いろいろと。まあでもそうか、城が、まあでも城が一番守り固い気がするな。お堀に囲まれてて。こんにちは。何のため？なんか権力を誇示するためとかでしょ、だって城をちゃんと建てるのって。あ、見て、これも空っぽになった。なんかあんまり城の存在意義あんまよく分かってない。住んでないよ。あ、住んでないの？やっぱり住んでないの？そうなんだ、住んでないんだ。190、191、じゃあどこ、191どこ、これが見つけられないんだよね。どういう形？191結構でかいやん、なんで見つけられないの？大きいパーツほど見つけられない。ん？
州には住んでないけど本丸とか二の丸に御殿を設けて城時代には住んでた。あ、なるほどね。こんにちは。だこれの場合はここには住んでないけど多分こういうちっちゃい方とかには住んでた可能性はあるってことですね。なるほど、龍一ですね。勉強になる。そう、私結構さ歴史苦手だったから全然知らないこととか多いんですけど、ファンの方にショールームを通じてコメントいただいているから、あった、なんかすごく頭良くなってるような気がする。気のせいかもしんないけど。あれ7ってさっき空っぽになったよな。7に191があるんだけど、それ絶対どっかで取って置いてあるじゃん。おりおりりりり、バカデカパーツ1個ないんだけど。そんなことある？あ、もう取ってるわ、怖っ。取ってた。戦国時代は敵から防ぐ役割あったけど、江戸時代以降は城の作りに幕府による制限が入った。あ、なるほど。確かに江戸時代はもうね、その争いがだいぶ減ったというかなくなったから、平和が訪れたから守りとかあんま固める必要なかったのよね。江戸時代はあれか、各地の本当にもう自分こんだけいろいろ持ってますせの権力の誇示って感じだもんね、どちらかというとね。しげさん、こんにちは。こんにちは。江戸時代の城、今で言えば県庁とか市役所。確かにその各藩のそのトップがいる場所だもんね。確かにそれはそうだわ。勉強になりすぎるなこの配信。よいしょ。歴史苦手だったけど今なら頑張れそう。もう勉強しないけどしないんかーい。そう、お城を作っております。ファンの方からすごく素敵なね、木組みのお城のキットをいただいたので、こういうの大好きなのでね、ちょっと作っています。サリの松山城の案内動画大好き。あ、本当、結構あれ適当っていうのはちょっと語弊があるけど、その結構サクサクっと進んじゃってるので、あの見どころ的には薄いかなと思ってたんですけど、そう言ってもらえて嬉しいです。ん、これどこに刺してるんだ。勉強と思わなければ歴史って面白い。まあそうですね、何事もさ勉強って思ったら負けだなって思うよね。そう、作業だと思ったらもう負けって感じする。いかにこう楽しめるかが技術力向上の全ての鍵な気がするな。仕事もそうだけど、仕事って思うと急に辛くなったりするから、いかに
そう思わないかが重要な気がする。こんにちは。月見櫓の赤い欄干が黒木町の松本城にある、まあ、黒と赤ってやっぱ結構かっこいいですよね。松本城は城の前の平らで広くなってるところが住居と、あ、なるほど、今公園みたいになってるところかな、あの芝生になってるところかな、ちょっとあんまりちょっと最近行ってないんで全然あんまりちゃんと思い出せないんですけど正直ちょっとあんま覚えてないんですけど、ずいぶん前だよまともに見たのなんて。学校で行ったのが最後かな。高校生の頃は歴史、世界史を選択してたけど少ししてから日本史が好きになった。いいですね。ん？これどこ？これここか。さあ、歴史は基本的に苦手だったね。なんか高校は1年で世界史、2年で日本史だったんだけど、日本史の方が点数、世界史の方が好きだったけど日本史の方が点数取れたっていう、なんか不思議な感じでした。ん？君そこじゃないね。よいしょ。これがここだな。こんにちは。地理も別に得意じゃなかったから。社会科が基本苦手だったかもしれない。歴史も地理も公民も、公民はあんまりやった記憶ないんだけど、習ったんかな公民って。基本でも社会科は苦手意識ずっとあるかも。はい、天守閣の一番下の屋根が今できました。ここ丸くね、丸くとか四角く、ここ一周ここができました。お次はこれ何のパーツ ?193 何のパーツ、これ193、こんなでっかいパーツあったっけ。あん、あった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 、私も社会苦手でした、ね、苦手意識一回持っちゃうと覚えられないですよね。松本城の天守閣に登る階段の急勾配にはびっくりした。え、あれってさ全部のお城がああなってるわけじゃないの？なんかもうお城って言ったらあの急勾配はなんかもうつきもんなんだと思ってた。別にそういうわけじゃないのかな、そういうわけじゃないのかもしれないね。仕事落ち着いたからちょっと来た。お、お疲れ様です、ありがとう、合間に来てくれて。今ね192とか言ってるんでだいぶ進んでいます。でも192のパーツがどこにあるか今迷子です。どこ、あった、え、129だ、違った、192、あったあったあった、5個目ね、5枚目完成にだいぶ近づいています。そう、昨日からめちゃ進んでるの。そうなんです、イエイ。着実にね進んできています。楽しくって、なんならさ松本城作りがしたいからこの時間に配信ちょっと始めたってのもちょっとあるしね。ちょっとどうしてもやりたかった、でも配信なしでやるのはちょっとここまでみんなに見せたのにあれだなと思って、配信とともにね。
楽しそうですね。めっちゃ楽しい。みんなおすすめ木組って調べたらこう出てくるんですけど、マジでバチバチに楽しいので全人類におすすめしています。これくるっと後ろを回して、こんにちは。これからまたレッスン、今日はねレッスンねこれで終わりなんですけど、明日通しリハなので全部覚えなきゃいけない。そう、明日やるやつを、正直ピンチ。あとね足があんまりにも痛すぎるので、この後ちょっと病院にも行ってきます。病院っていうか整骨院、病院じゃないです、厳密に言うと整骨院に行ってきます。木組調べます。え、ちょっとマジでねちょっとみんなやってほしい木組。え、すごい、ちょっとこう浮いてる感じわかります？この壁がおしゃれおしゃれ。ちょっと次も全く同じ工程を反対側でやるので見せますね。子供がライオンと象を作ってて、え、木組のライオンと象お持ちなんですか？めっちゃいいじゃん。そう、このつなぎ目パーツをどっち向き？ここに刺して、この穴ね、こうやって今落ちましたけど、ここに刺して、でこの国会議事堂の上みたいなパーツをこう手でちょうど見えなくなっちゃう、こうこの間にこう入れて、でこの下のまた別のパーツとこう組み合わせて、でこれここに乗せてカチッと。え、これ実際やったら分かるんだけど、マジで気持ちいいの。あ、ここがこうはまるのみたいなのが多くてね、マジでね、うわ気持ちいいこれってなるから、ちょっとみんなね本当に全人類やるべきおもちゃだと思う。これストレスが溜まっている人には特におすすめかな。ストレス解消されてく、どんどん気持ちいいポイントが多いから、スッキリポイントがめちゃくちゃ多い。次は195195を探せばいい。195は四角から、四角いパーツね。195、どこ、え、どこ、本当にないじゃん。こんにちは。脳が活性化されそう。確かに確かに、脳トレ要素若干ある。どこ、見つけられない。195番どこですか。四角いパーツだからシルエットですぐ見つかるかと思いきや、見つからぬ。あった、
やっと見つけた。手間取らせやがって。こんにちは。えいえい。195で196が斜めのパーツか。あ、もう9ページ目まで来ましたよ。作り方9ページ目。めっちゃ進んでるくない？すごい。もうあとちょっとですね。196どこ？あった。3枚目。198、さっきどっかにあったぞ。あった。これかな？違う。ここか。あ、さっき取れちゃったやつか。こんにちは。198こっちで199。このパーツ見つけるのがねめっちゃむずいんだよこれ。ほんとに、なんかこのこういうさ、こういう風についてるよーから見つけなきゃいけないの。そう、これがめっちゃむずい。今何探してましたっけ。199か。しゃぶりながらだとなおさらね迷子になっちゃう。何でしたっけってなっちゃう。あと199。199200200。あ、違う、これん、これ199じゃないわ。これ205だ。205ちょっとすぐ扱うから、置いとこう。599で、これが200。よいしょ。で201が近くにないな。本屋さんのレジ前に木組みコーナーできてて悩んだ。え、本屋さんに売ってたりすんねや。すご。え、買っちゃうねそんなのね。買っちゃいますよ本当。本屋さんにあったら絶対買っちゃうな。いいよ値段するからちょっと悩むね。そう、やっぱクオリティが高い分ちょぴっといい値段するんだよね。ちょぴっとというかかなりだけど、かなりかなりいい値段する。よいしょ。よいしょ。そう、お城結構ねいいお値段するやつだね。中でも。で、今次は絶対に五重の塔を建てたい。買うか悩んでいる今。ナウです。こんにちは。よいしょ。よ。そうそう、エアコンつけないと寒いな。つけよう。風邪ひく前に。
人やってんの見たら欲しくなる。確かに。じゃあ何か皆さんが作ろうと思って買うときはお揃いで送ってください一緒に作ろう。うわー、これどっちが上が正解だ。これも検索しよう。なんか柄がさ、組み立ての紙に柄まで書いてないからさ、写真見ないとわかんないんだよね。どっち向き？反対向きだから。どの写真？おお、あ、これか。今どこ作ってんだこれ。ん？あー、こっち側の写真ないってこと？もしかして。いやん、困っちゃうな。じゃあ松本城本物を見よう。数あるお城の中で松本城があるのが嬉しい証拠らしい。まあ国宝ですからね別に私何もすごいことしてないのに、長野県民っていうだけで今ホクホクしてる。これかな。まあこっちが下かな多分。よし、わかりました。そう、昨日がね、そう777日目になりましたよ、配信。ありがとうございます、皆さん見ていただいて。ラッキーセブンでした。よし、はい、このパーツが、これ重要なパーツ、これがおしゃれになっていくんだな。ここにつけます。これをこのくぼみに刺すのか。よいしょ。おお、これむずい。5箇所ぐらいを気にしながら刺さなきゃいけないからむずい。あ、いけたいけた。こんにちは。えい。よいしょ。あ、やべ。ずらしちゃった。おい。はい。あー、いいね。ほら。あ、できてきてる。すごい。え、すごい。この立体感めっちゃワックワックしちゃうやつだ。はい、次201のパーツを探そう。201、もうどこにあるの。201とか見つけられない。201、マジでどこだ。ん？四角いパーツですよね。四角いパーツ分かりやすいはずなのに全然見つけられないんですけど。え？ 201？ どこ？マジでない、マジでない。あった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 、ありました。ありもうした。終戦まで個人の持ち物で一回売りに出されてた。あ、そうなの？これ個人の持ち物だったの？こんな立派なのが。歴史ってすげえ。すごい、全然知らなかった、そんなことが起きてたんだ。あれ、これ
これじゃない、海は国宝ってことはさ、国が買い取ったってこと？ですかね。どうなんでしょうか。ちょっとあんまりちょっと歴史がマジでわからない。205、206。あれ204はどこだ。あ、204はあの、あれでかいやつか。一回組み立ててみよう。何事もやってみてから何が足りないのか見てみよう。こんにちは。このこれに、よいしょ、スポッとはめて、よこう入れて、みんなに見せながらやりたいんだけどさ、絶対にこの小ささ見えないからもう諦めてる。喉乾いた。今日この辺乾燥してる。いくら水を飲もうと口が乾く、口っていうか喉が乾く、パリパリする。この時期はしょうがないですね。冬って本当に乾燥するんだなって思う。嫌になっちゃうね。さっきの反対側と同じようなものを反対側にも刺します。ちょびっと形違いますけど。パチって音が気持ちよいね。こんにちは。今日は乾燥注意報が出てる。あ、そうなんだ。そりゃ乾燥や。松本のお金持ちが買い取らなかったらバラバラにする予定だった。マジ？お金持ちが買い取ってくれたおかげで今国宝として残ってるっていうこと？お金持ち様様じゃん。すご。そんな危険な状態だったんだ。国が買い取ったじゃないんだね。お金持ちが買い取ってくれたんや。すご。とんでもないことを聞きました。今日気持ち暖かい気がする。あ、今日暖かいですよね。朝家出た時も朝なのに全然寒くなかった。まあ、朝って言ってももう 9時過ぎとかでしたけど。でもちょっと肌寒いなっていつもだったら思うんですけど、今日は暖かいですよね。はい、次207番から214番、215番。え、何番？207番ね。あくびが出ちゃう。あくびが出ちゃう。今日眠くてダメだね。今日は眠たい日だ。暖かいからかな。久しぶりにうちの猫が日向ぼっこしてた。最高最高です。猫ちゃんの日向ぼっことか最高なんだけど。見たい。隣でお日向ぼっこしたい。それも城作り覗きに来て、お仕事お疲れ様ありがとう。
サイモン将来猫を飼って猫と一緒に日向ぼっこするのが夢だな。うわー、猫飼いてー。ほんとに猫っていいよね。すごい溜めちゃった今。207、208、209がない。209はどこだ。209、209、209、209、あった。えい、ただいま休憩中。お、お疲れ様。あ、やっちさん、あ、すごい、シボ犬のギフトなんだけど、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。211、柴犬ギフトマジかわ。え、お城今日中に完成しそう。え、待って、1時間経ってんだけど、やば、1時間で終わりにしようと思ってたのに。で、なんかこの配信で完成できそうなんだけど、ワンチャン。よいしょ、びっくりびっくり、時間が溶けていきますね。213、あれ213どこだ。あった、4。初見です、初見さん、ありがとうございます。今日の配信はですね、初見さんの方にも説明しますと、のんびりさえがおもちゃで遊ぶ時間です。ゆっくり喋ってます。喋りながらのんびりやってます。私ね、そう、動物を人生で一度も飼ったことがなくて、将来は絶対飼うぞという気持ちでね、暮らしています。絶対飼う、絶対飼うね。待って、ん、何が何でも買う、買えるぐらい稼ぐ。そう、あとはね、大天守だけです。もう大天守に取り掛かっています。いや、なんでさ、猫犬動物を飼ってないかっていうと、私がペットアレルギー持ってるんですよ。そのふわふわした犬とか猫とかハムスターとかさ、そのいわゆるペットとよく呼ばれるもの、鳥とか、そのふわふわしたのがすごいダメで、アレルギーがあってダメだったんですよ。でも年々アレルギーが薄まってきてて、そうだから、そろそろどうにかなんじゃないかと思ってる。だからもう一回ね、アレルギー検査したいんですよね。実際に数値も減ってるのかどうか。最近なんかその猫とか触ったりしても、なんか痒くなっちゃってダメだとかがあまり起きないので、もしかしたらいけんちゃうかなって思って、検査していけるってなった猫飼い、猫とか、まあ、まず、ああ、どっちがいいかな、どっちも飼いたいんですけど、猫からかな。でも猫は室内飼いにしたいから、猫が退屈しないぐらい大きなお家に住めるようになったら飼いたいですね。こんにちは。そう、あまり外に出さない方がいいって言うじゃない。やっぱり危ないから。にゃんこも。だからね、できれば室内飼いしたいのでね。室内飼いできる大きさのお家に住みたいです。2部屋、最低でも2部屋は欲しいですよね。
でまずあれだ、猫、犬猫も飼いたいけど小動物から入りたいかな。そう、小動物可愛いんですよ。それこそデグーとかチンチラとかそういうのが飼いたいですね。ハムスターはねそんなになんだよね謎のこだわり。ハムスターも可愛いんだけど飼うとなるとちょっと違うんだよね。シマリス可愛かった。シマリスって飼えるの？可愛いね、それは絶対。シマリス結構好きだよ。なんかリスって飼えるイメージなかった。あ、待って、面白いところ来たぞ。これ絶対楽しいじゃん。216年、絶対に面白いであろうパーツまでたどり着いた。こんにちは。よいしょ。あ、デグーを、まずデグーが飼いたい。さやはどう、もうデグーが飼いたくてしょうがない。デグーは多分ね2年後ぐらいには飼ってるような気がする。217218218、すごくちっちゃいじゃん。218ってどこにあるの。こんなちっちゃなパーツ見当たらないけど。217、違う、218か。218あった。で219。219、220、221が三角形。221は三角形。三角形のパーツ。あった。4枚目。皆さん動物とか飼ってますか？ちなみにみんなの動物事情も気になるなる。見て、これ全部213のパーツ。213ありすぎですこれ全部213なんだけど、めちゃくちゃ多いじゃん213。デグーはなんかハムスターとかより人、ちょっと帽子も使えちゃった。ハムスターとかより一回り大きい、なんかウサギとハムスターの、ウサギとネズミの間ぐらいの感じかな。ちょっと調べてみて、マジ可愛いから。めっちゃ好きなのさ、デグーが。昔からデグー飼いたくて、すごく好き。猫3匹、ハクビシンが入ってきました。やば、どんなアパートやねん。そりゃ引っ越した方がいいよ。危ない、怖っ。クワガタとカブトムシしかない。あ、兄ちゃんもカブトムシ、クワガタかな、クワガタ育ててたわ。あ、ワン、やっぱワンちゃん猫ちゃんがね多いですね。非常に良いですね。むちゃええやん。え、これここか。あ、
中に落とした。出てきた。全員ひっくり返ししたんだけど今。これどっちがどっちだ？こうか。えい。これをはめる。あ、不器用が出てるよ。ん？ん？どうやってはまんのこれ。オウムを飼ってる。あ、オウムね。え、オウム飼ってるって結構珍しくない？インコとかは、ま、あ、やべ、まあ聞きますけど。すごい素敵ね。素敵。オウムか。オウムね、どうやって飼うんだろう。何食べるんだろう鳥さんって。触れ合ったことなさすぎて本気で知らない。ハマりめっちゃ弱いけど大丈夫か。今ここができました。これがね、こうやってこうやって外れるんですよと思ったけど、ちょっと外れ、もう はまっちゃったんで外れなかったです。ここにこれがハマりました。完成が近づいているぞ。あ、さっきの大量にある223の出番が来ました。これ瓦ですね。多分。223を全部外していきます。ハフ完成、イエーイ。スニーカーも好きやし好み合うのかもしれん。確かにうちの兄ちゃんとこのうちの兄ちゃんと好み合っても嬉しくなくない？あんま嬉しくなくない？さやと似てるならまだしも、なんか申し訳ねえな。これが224か。なんか今朝もなんかお兄ちゃんからこの靴抽選してって言ってなんか送られてきたわ。ひまわりの種や専用の餌、リンゴを食べる。リンゴ食べんの？かわいい。リンゴ食べんの？かわいい。めちゃかわいいじゃん。ここのくぼみにこの瓦みたいなやつを入れていきます。シュポッ、ここにね、シュポッ。あ、やば、落とした。
やばない。白丸ごとひっくり返してさ、中から取り出すの結構絵面やばいよね。巨人の仕事じゃん。この前サリンが当てたやつマジですごい。あ、そうなんだ。サイがわざわざあのなんかどっか原宿だっけまで買いに行ったやつね。あれマジで怖かったもん。なんか怖いお兄さんたちが店の前にいっぱいいて怖かった。ハフって読めるんだね。確かになんかさらっと読めたけど、さやなんでハフって読めるんですかね。漢字弱いんですけどね結構私。よいしょ。ん？どこまでやったこれ。これが先か。エアマックス狩り懐かしい。え、なんか結構本当に昔社会現象みたいななってたんでしょ。エアマックス履いてるとなんかも取られるみたいな。怖すぎん？そんな。え、だからさ、マジ兄ちゃんからすごい連絡来たもん。なんかそのすごいいい抽選で本当に当たらないすごい靴を私当てて、それを原宿のねお店まで買いに行ったんですよ。したらなんか兄ちゃんから逐一連絡が来て、大丈夫？襲われてない？みたいな。めっちゃ連絡来た。さやかさ普通にさ携帯歩きスマホあんま しないようにしてるからさ、携帯ポッケに入れてズンズク歩いてたらなんか電話かかってきてさ、連絡全然返ってこないから心配したんだけどって言って、まだ5分ぐらいしかさ経ってないわけ前回の連絡から。そんな心配されると逆に怖いわと思って。そう、そんな心配するってことは本当にそんな襲われるようなものなのと思ってめちゃくちゃ怖かったわ。無事ねお家に帰ることができたし、あの家に帰ると、実家にね帰るときについでに持って行って、違うわ、郵送してあげたのかな。そう、なんかお兄ちゃん喜んでたんでよかったですけど。そう、怖かったですね。めっちゃ電話かかってきて兄ちゃんから、大丈夫早かっつって。そんな心配なら自分で買いに来いよと思って。可愛い妹に頼むなと思ったんだけど。いや、うちの兄ちゃんはね結構自分が集めるのが好きだからなんか売ったりあんましないけど、そうだからいっぱい靴コレクションがあるよ、うちの兄ちゃんの家には。そう、スニーカーね、そう、可愛いなとは思うんだけど、さやが可愛い履きたいって思うスニーカーと世間が高く評価してるスニーカーがあんまり一緒じゃないかったりする。あ、見てください、ほら、こう一枚一枚刺して、さっきカラハフってコメントがあったかな、カラハフってやつができました。この曲線がいいですね。よし、次やばいさ、今次のコンサートでやる曲頭でめっちゃ流れてる。マジで口ずさみそう、気をつけなくっちゃ、気抜いたら口ずさんじゃうこれ。まずいですよ、まずいまずい。あれ、このパーツ1個しかない、もう1個どこだ、探せ探せー、じゃない、あった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 ね、カラハフ美しい。その当てたスニーカー見ても別にいいなと思わんかった？え、多分見てない。
さ、もしその当てたスニーカーいいなって思ってもさ、自分のものにならないからもう見ないっていう。そうそうそう。そうそうそう。なんか多分買った時に店員さんにこれでお間違いないですかって開けてもらった気するけど、マジで記憶ない。どんなんだったかなと思って。なんかもう盗まれちゃいけないっていう気持ちでいたから全然見てないや。でもさ、抽選さ、兄ちゃんに抽選頼まれすぎてあの時の靴がどれだったか覚えてないんだよね。でも兄ちゃんにこれ抽選してって言われる靴、基本なんかこんなのが高いんだって思う感じだよ、言うて。そう、なんかあんまさやの好みに刺さってない。そう、たまにあるけどね、さやもこれ欲しいんだけどみたいな時、値段見て諦めるけど、おおいい値段だねっつって、ちょっとあかんわっつってね。あれ今これさ取ったけどこのパーツじゃなかった説ある。あ、ぶつ事故が起きるところだった。すべてを落とすところだった。いや合ってる。今の髪をかき上げる仕草がめっちゃイケメンでした。お、嬉しい。で、昨日のリハ中めっちゃ髪かき上げてた。もうなんか、あー無理っていうかき上げだったから全然イケメンじゃないんですけど、昨日のリハ中めっちゃ頭かき上げた。でもなんか昨日さ、なんかみんな私がその急遽言われたシンポジってこと全然知らなかったみたいで、普通にリハーサルをやったんですよ。そう、それでそのリハ終わった後に、いやほんと今日昨日言われてシンポジ覚えたんですけど、マジ迷惑かけたらごめんなさいみたいな挨拶みんなにしたらさ、え、あんなにリハしっかりできてて今日シンポジあったのみたいな、全然分かんなかったって言われて、なんかちょっと嬉しかった。あ、ちゃんとできてるって思ってもらえたってことかと思って、ちょぴっと嬉しかったです。よいしょ。だからすごいみんな褒めてくれた。ももちゃんがもう焼肉とか今日は食べても大丈夫だよって頑張ったから焼肉食べちゃいなよって言ったけど、ちょっと夜遅くても焼肉屋さんやってないし食べはしなかったけど、なんかそうやって言ってくれたのが嬉しかったですね、非常にね。229、そう、みんなのそのちょっとした一言が全部面白くて楽しかったな昨日。マジで昨日楽しかった。なんかいいメンバーしかいない、まあ、チームメイトみんないいメンバーなんですけど、特に昨日はなんかマジあったけえメンバーに囲まれて、こんな幸せでいいのだろうかと思うぐらい幸せやったな。え ?229 どこ?昨日めっちゃ楽しそうやった。なんかいっぱいさ目合わせてたくない?アイコンタクト。こんにちは。230はどこだ?230どういうパーツかな?230
ぽっこー230230230が行方不明です。どこにいるんですか。え、230230出ておいで。230あ、いた。今日もテンション高いですね。こんにちは。推しが公演楽しんでるとオタクも楽しくなる。嬉しい。やっぱ伝わるもんですか。あー今日めちゃくちゃ楽しそうやみたいな伝わるもんですか。昨日楽しそうでした。よいしょ。伝わっていればいいなと。昨日はすごい得した気分。まあ出る予定じゃなかったからね。髪層染めました。でもね、赤はやっぱすぐ色を抜けるよって言われた通りね、なんかだいぶオレンジっぽくなってきました。なんか茶色に近づいてってる。そう、223も探さなきゃいけないのか。どこだ、どこにいるんだ。ん？どこ？じゃあ233か。うん？違うか。233だ。じゃあこれだ。アップス。よいしょ。233。あれ？234はどこ？え？いないじゃん。8人声だと全員と目を合わすチャンスある。あると思う。昨日全員と どっかしらで目を合わせてるような気がする。目を合わす、もしくはなんかこう何かコンタクトを取ってたような気がする。今ね何探してたかなと思ってよ。なんだっけ、200234か、234か。すぐ忘れちゃう、何探してるか。234行方不明なんだけど、どこ ?234 どこ。あった。ちょっと思い出してみよう。まず自己紹介順でいくと、一番最初の自己紹介って誰でしたっけ。あ、誰だったっけ。全然覚えてないわ昨日の自己紹介順。2列目は覚えてるんだけど1列目全然覚えてないや。誰からだったっけ。仰天ちゃん。仰天ちゃんは虹の列車でハイタッチするところがあるので、そこでアイコンタクト取れますね。アイコンタクトというかハイタッチしてますね。でその次はなるちゃんかな、自己紹介。あれ違ったっけ。覚えてない。ちょっと覚えてる人教えてください。だどのだ誰の声。セリちゃんか。セリちゃんは、セリちゃんはね、あ、どこだ？あ、セリちゃんないかも。え？曲中にあったっけ？あ、セリちゃんとアイコンタクト取れてないかも。
や取れたのかもしれないけどあんまり覚えてないよ。なるちゃんはビバハリケーンでなんかここの振りの時になぎちゃんなるちゃんって私は見るんで、そこでなるちゃんと取れたのと、あと言い訳メイビーで電車ごっこするところですごいなるちゃんがあの私の肩を持つんですけど、なんか頑張れっていう感じでやってくれた、なんかトントンってやってくれてた。そうそうそう。そうでその次がももちゃん。ももちゃんはアフターレインのあっち向いてホイがペアだったのと、地の列車の終わり側ももちゃんの後ろだったので最後抱きついたのと、あとはももちゃん、ちゃんもも、ちゃんももはオープニングの方も絶対あると思うんだよな。うん、ちょっと忘れちゃった。でもそれはありますね。で2列目おだえりちゃん。おだえりちゃんはマジめっちゃ多い、めっちゃ新芽だし、てかさ元のポジの人なんですけどおだえりちゃんと出れたのマジで嬉しかった。そう元のポジもおだえりちゃんと一緒なんですけど、なんかあの47のペアだし、あとね なんかあったと思う、いっぱいあるんだよなあそこ。そういっぱいあります。でその次七瀬ちゃん。七瀬ちゃん、七瀬ちゃんなんかあったな、なんだっけ、あそうお便りはあれだ、光と影の日々もペアです。ナナスちゃん絶対なんかあった、めっちゃ覚えてるけど何の曲だったっけあれ、あー何だったっけな、ちょっとバーって思い出そう。つぼみたち、スコール、あスコール、スコール、スコールです。ナナスちゃんスコールで、ナナスちゃんが傘持ってる時に私がこう入っていくっていう振りがあって、そのナナセちゃんペアでした確か。そうそうですね。でナギちゃんはそのさっき言ったビバハリケーンのここのところととかですかねあとあれだ、あのまあ、アイコンタクトは取ってないけどなんとなくこう息を合わせてるのは「君は僕の風」で歌割りが一緒なので、そう息を合わせてる感じはしてました。だから結構ねセリちゃんだけ絶対どっかにあるけどパッと今思い出せなかったんですけど絶対あると思います。8人はやっぱね人数少ない分一人一人との交流は結構濃いですな。でももうさ8人になれたからさ、ステージに16人いると多いなって思う。そうこんにちは。そうだいぶ出来上がってきています。もう多分4時ぐらいに完成します。4時は持ったかもしれんけど、よいしょ。ぜひそんな今の話を踏まえた上でもう一度ぐらいオンデマンで見ていただけるとまた楽しんでいただけるのではなかろうかと思います。ぜひまたご覧ください。昨日の今日からねオンデマン配信されていると思いますのでよろしくお願いします。そうね VR もね昨日さマリアで VR に爆裂送ったんだけどあれさ歌詞間違えた直後だったから顔が決めれてるかちょっと不安です。はいここまで来ました。1個下の段のこれもハフなのかな、これはハフじゃないよね、これも屋根ですね多分。ハフこれだもんね、ハフこれだもんね。屋根ができました。さあちなみにもうね最後のページなんですよ作り方。マジで4時に終わると思うこれ。うぅ
終わりが見えてきましたね。林くんでございます。237、238、多分これだし、もう残りの残ってるパーツでね、もうあの位置表見なくてもね、大体わかるような気がする。エイツに入った頃はメンバーでは誰がダンスを教えてくれたの？やっぱチューブのメンバーとの交流が多かったので、クレニャンとか横道ちゃんがすごい教えてくれてました。クレニャンとか横道ちゃんが本当に後輩の面倒見が良くて、すごく気にかけてくれてて、そうっていうのをすごく覚えてます。小田さんの小学館過去幼稚園作ってみたと違って作成に迷いがない。いや、そんなことないですよ。これ今回もう4回目の配信なんでスパスパやってるんですけど、最初さえ1回途中まで作って、あ間違えたわって言って全分解してますからね、結構進んだ時に。やっぱこういう系はね難しい。うん、すごく難しいね。間違える時ある、人間だもの。さすがに4回目ともなるとね、容量だいぶつかめてきたのでスパスパいけるんですけど、これでもさ、ショールームでさずっと作ってるから全部で何時間かかったかすぐ分かるね。全然覚えてないけど、どれぐらいかかってますか？どっちも一緒か、全く一緒のパーツかね。全分解したのもはや懐かしいですよね。あ間違えたって言って全分解して、なんか結局間違えてなかったっていう謎、ただ分解しただけだったね。今日で4回目。でも1回目の配信さ2時間ぶっ通しでやりませんでしたっけ？さやはそんな記憶があるんだけど、気のせいかな、ちょっとあんまり覚えてない。っていうのが正直な気持ちなんですけどね。あ、見て、ここのパーツいいぞ、ちょっと見せたい、近くに。よいしょ、これさ、ここ見ててくださいね。ここ今空洞で空いてるんですけど、ここにこのパーツをこう入れることによって、このここの中の柄がね出ると。ほら、おい、よくできてる。そしてか頭にシャチホコです。シャチホコパーツを頭にはめます。ここにこうはめます。あ、本当に終わるじゃん。もうこの天守閣のてっぺんの屋根つけたら終わりなんだけど、やば、終わっちゃう。えい、部品一つもなくすことなく、予備も使うことなく、無事終わりそうですね。よかったです、なくさなくて。絶対一個ぐらいなくすと思ってたんですけど、今回は大丈夫だったみたい。これ全部一緒のパーツか？天守閣のてっぺんは全部一緒かな、これ。ああ、絶妙に長さが違う。なるほど。違うパーツか。どれがどれなんだ？はめてみたらわかるか。こっちだな。感動のフィナーレでーす。よいしょ、こんにちは。しげんさん、こんにちは、こんにちは。やばい、完成をこんなに見づらい変な時間にやっちゃってる。また今日夜配信で、もう夜配信
できたらですけど、ちょっとできない可能性、できない可能性全然あるんだけど、まあ、次回の配信でまたみんなにお披露目しようかな。完成見届けたら仕事戻るわ。仕事抜けてきてくれてたんか、ありがとうございます。さて、この外周の屋根が今付け終わりましたね。これパチッとしたら、あとここです。この今空いてる部分、この屋根パーツを内側に一つ、やばい、シャチホコずらしちゃった。そして、はい、屋根あと残り1枚、パチン。おー、見てください、出来上がりました。所要時間 5、6時間ですかね、5時間ぐらいかな。でもね、最後のパーツがまだあるんですよ。最後のパーツが、大事なパーツがね残ってますから、ちょっと待ってね、まだ終わってないんですよ、ほぼ終わり。ま、松本城自体は今出来上がったんですけど、よっ、松本城は今できたんですけどね、逆だな、まあ皆さん慌てなさんな、ほら、ちゃちゃーん、松本城ネームプレートを、映ってなかった、をここにこう置いたら完成、イエーイ。あ、やすさん、かっこいいギフトありがとうございます。はい、完成。このさ、木組みのさ作り方に日本語で完成です、コンプリートってこう、あ、完成みたいなのじゃなくて、すごくシンプルに書いたのがすごく好きですね。これまで一切こう日本語の説明をつけてなかったんですけど、最後にこうちっちゃく完成ですって書いてるのがすごくすごく好きです、この感じが。いいね、綺麗、ちょっと感動、もう入ってなかった、完成です。はい、ということでちょうど4時ぐらいに終わりましたね。え、めっちゃよくない？顔と比べるとこのぐらいのサイズで結構でかいです。ちょっとお高めだけど、もっと欲しいな。マジ絶対次五重塔を作りたい。ちょっと最後にね、どんなものがあるかパーッと見てみますか。この前ちらっとだけ見ましたけど、他の木組みの種類を見てみましょう。最後やりたいなって思うやつね。これ何？何の建物これ？首里城ね。いい。あ、これ東京タワーじゃね？東京、でも東京タワー76パーツしかないのか。これが300何パーツだったから、もう、なんか、それぐらいのクオリティのやつがいいな。あ、やっぱ、
五重の塔がいいな。五重の塔も同じぐらいのレベルですこれと。やっぱ次五重の塔だな。五重の塔絶対にゲットしたい。こんな2畳だ。え、熊本城くまモンのプレートついてんだけど、かわいい。お城全部集めたいね。熊本城めっちゃかわいい。くまモンプレート付きなんだけど。え、こうやって見るとお城の形って全然違うんだな。へえ、おしゃれ。ちょっと浮いてきちゃった。スカイツリー634ミリ、え、すごい。武蔵をちゃんと引き継いでるんだ、本物と。すごっ。え、くまモンのプレートかわいい。江戸城かっこいい。江戸城、江戸城ってさ、今もさ、今残ってないですよね、天守閣は。え、残ってんのかな、つやが知らないだけ。置くところはないですよめっちゃ城欲しいけど置くところは全然ない。今皇居、あ、そうだよね、皇居だ、そうだ、確かにそうだ。皇居って、え、もともと江戸城だったんだって 2,3 年前に知ったのを思い出した今。あ、姫路城かっこいい。なんかさ、松本城ってさ黒なんですよ、カラス城っていうだけあって。だからその黒をさ、まあ、黒は表現できないから、こう縦にこうね、線がこうちょっとやい、うん、こう線が入って、ちょっとこう白いところは線が入ってなくて、黒いところはこう縦にこうバーって斜線みたいなのが入ってるっていう、そのちょっとこう何ですか、木だけど色をあの表現されてるんですけど、そうめっちゃいいですよねこれ。姫路城の場合はね、瓦が一枚一枚書いてある。姫路城って確か結構白い方ですよね、逆に。逆に姫路城って白かった気がする。だから瓦がこう書いてあって、え、姫路城いいな。ね、白鷺城ですよね姫路城って、そのイメージです。すごく、これ何城だ、あ、大阪城。あ、大阪城結構シンプルだね、本当に天守閣1個がドーンって立ってるんだ。あ、これもいいですね。大阪城も良き。へえ、お城全部いいな。これ何？日光東照宮。かっこいい、日光東照宮。え、日光東照宮めっちゃかっこいい。やばい。この木組みは多分歴史の建物の方がいいのかも。うわ、夢ある、夢ある。でもなんか色付きのやつとかも売ってるんですけど、これはこのシリーズはこうもう色ついてないこの木の素朴な色のやつのが好みかもしれない。そう、カラーバージョンじゃないやつのがさ好きだな。そう、え、これめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。あ、スカイツリーもあるよ。スカイツリー見っけ。スカイツリー63センチってめっちゃでかいなめっちゃでかいね、スカイツリーもし買ったとしたら。63センチはでかないテレビより背高いんだけど、でっか、すごい存在感。これ何？これ銀閣寺か？あ、これが金閣寺か。金閣寺金色じゃないと金閣寺なのか銀閣寺なのかあんま分かんないな。配信画面にスカイツリーは入んないですね。60センチ超えたら。あ、浅草の雷門とかもあるよ。雷門はあんまりなんかクオリティすごい、なんか優しめだね。あんまりあのこういう感じじゃない。やっぱお城シリーズ次もまた買いたいな。動物も可愛いっちゃ可愛いんだけど、これは建物の方が映える気がする。キャラクターとかあんの？え、スヌーピーいる、可愛い。です。買わないけどスヌーピーは。
でご、金閣寺ね、カラーバージョンあるよ。金色のやつある。ポケモンもある。あ、そうなの？え、ワンピースかっこよ。へえ、楽しい。スターウォーズ、ハリーポッター、え、めちゃくちゃあるんだな、すごっ。ワクワクしちゃうね、こんなの見てたら。メニュー、ウェブサイト、ウェブショップか、いいですね。木組み、夢ある。ほんとだ、ポケモン、いいね、素敵。ちょっとまたこれが増えてたら刺してください。アーサリン買ったんだなと思って、そう、刺してください。今買おうとし、どうしようかな。今欲しいのは、え、どうしよう、五重の塔と熊本城と姫路城、どれか買いたいな、欲しいなって今思ってます。ちょっともうちょっと悩みます。じゃ、いいお値段するのでね、そのポンポコポンポコ買えないのでちょっと考えます。いや、でも五重の塔作りて、え、熊本城かわいいいいですね。ということで、長くお付き合いいただきましてありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。完成しました。このネームプレートがいいですね。ということで、ランキング読みます。よっ、13位チャン将軍さん、ありがとうございます。12位、元トラック運転手の林さん、ありがとうございます。11位フォーコさん、ありがとうございます。10位江田さん、ありがとうございます。黒キツネさん、ありがとうございます。8位立山県警さん、ありがとうございます。さらにマサトさん、ありがとうございます。6位ワサッピさん、ありがとうございます。5位ラピスさん、ありがとうございます。4位ピアノマンさん、ありがとうございます。3位ケンケンさん、ありがとうございます。2位ヤチさん、ありがとうございます。そして1位はヤスさん、ありがとうございます。イエーイ。なんかあったかい飲み物飲んでたらほっぺがさ、自然とチーク塗ったみたいな色してるんですけどはい、ということで皆さん、お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。今日はね、夜配信お休みすると思います。すいません。また明日お会いしましょう。バイバーイ。